日本の新幹線なんて時代遅れに決まってるでしょ。皆さんご存知の通り、日本の新幹線は海外からとても高い評価を得ています。その理由はたくさんありますが、その中でも新幹線が世界初の高速鉄道だということが挙げられます。で、日本が開発した高速鉄道は世界初にもかかわらず、乗客の安全な輸送を実現し、営業面を含め総合的に成功を収めました。その後、フランスの TGV は1981年、そしてドイツの ICE は1991年にそれぞれ運行を開始し、この新幹線の成功が欧州諸国を中心とする世界の高速鉄道開発を刺激しました。お隣さんご自慢の渓谷高速鉄道 KTX なんて2004年にスタートしたばかり。日本の新幹線に比べたらまだまだ生まれたての赤ちゃんって感じですよね。さて今回はそんな渓谷高速鉄道をこよなく愛する渓谷女子大生のお話を紹介します。彼女は KTX こそ世界一、最先端を行く最高の技術だと信じて疑いませんでした。子供の頃からずっと憧れ追い続けていたある存在の謎が解けた時、彼女はそれは間違いだと気づかされることになったそうですが、一体彼女に何があったんでしょうか。一緒に見ていきましょう。皆さんこんにちは、私はソヨン、渓谷ソウルに住む21歳の女子大生よ。私は子供の頃から鉄道が大好き。私が鉄道にハマったのは KTX を見た時よ。 KTX っていうのは渓谷が誇る高速鉄道ね。スピードを重視した弾丸のようなシャープなフォルムがたまらなくかっこいい。色も青と白で爽やかなイメージよ。一目見て虜になったわ。それに見た目だけじゃなく鉄道としての機能も優秀なの。車内もゆっくりくつろげるスペースがあり、車内販売も充実していて快適な旅が約束されるわ。今日も大学が終わったら KTX を見に行かないとね。本当は KTX に乗って旅に出たいんだけどな。ま、次の休みの楽しみにとっておくことにするわ。実は私にはどうしても忘れられない子供の頃の不思議な記憶があるの。記憶に残っているその車両は白い車体に青いライン、前は少し尖っているけど丸みを帯びていて、左右の楕円形のライトが愛嬌たっぷり。 KTX に夢中になり始めてからやたら思い出すのよね。もう一度見たくて探しているんだけど見つからないの。だからあれは本当は夢だったんじゃないかって思うこともあるわ。あと覚えているのはホームがやたら騒がしかったこと。手を振っている大人たちがたくさんいて、そしてシャッター音もすごかった気がする。そんな謎の車両を探すために私は当時いろいろな車両を調べたの。そして調べれば調べるほどもっと鉄道の魅力に惹かれていったわ。ただ鉄道会社に勤める父には探している車両のことは聞かなかった。どうしても自分の力で見つけ出したかったから。鉄道の素晴らしさを知ったきっかけは KTX だけど、その世界に導いてくれたのはこの謎の車両であることは間違いない。 KTX といえば渓谷の高速鉄道として有名ではあるけど、実は渓谷では現在新型車両が登場しているの。紫のラインが特徴の STR という高速鉄道よ。2016年に渓谷の高速鉄道の仲間入りを果たした最新鋭の車両なの。渓谷の主要都市テグ、プサン、キョンジュなどの移動手段になっているわ。もちろん設備も最新鋭。全席電源コンセントはもちろん10倍速のネット完備、目に優しい LED ライト、足元も広いゆったりスペース、景色がよりクリアになる車窓、熱、煙を同時に感知する火災報知器、安全性がより強化されているわね。しかも KTX より料金が安い。渓谷は常に世界の先駆けなのよ。あー、やっぱり渓谷の鉄道は最高。そういえば
その謎の車両に似ているのがあるんだけど、それが急行列車のヌリロ号。ヌリロ号も青と白のコントラストが美しい列車よ。でもこれもなんだか違うわ。このヌリロ号は日本の日立製作所が受注して作った車両なの。日本が作った車両なんて信じられないわ。あれほど私たち警告人にひどいことをしているのに全く謝らないなんてどうかしてる。とんだ卑怯者たちよね。警告の車両に日本の技術なんて不要よ。警告は世界でも屈指の技術で高速鉄道業界を席巻してるんだから。日本人は勤勉と言うけど、要は悪知恵が働くってことよね。言葉巧みに取り入ったのよ。警告の技術を盗みにでも来たのかしら。日本の国土を走っているのはどうせ古臭い車両なんでしょうね。全く頭にくる連中だわ。あ、ごめんなさい。探している謎の車両のことだったわよね。それから観光列車や確率が低いとは思ったけど、地下鉄も調べた。でも結局見つからなかった。地下鉄の確率が低いと思ったのは見たのが地上だったから。風があり寒くてコートを着ていた記憶がおぼろげにあったのよ。探すのももう手詰まり。自分なりに警告の車両はもう全部調べ尽くしたわ。諦めて父に頼ろうかしら。でもなんだか鉄道マニアとして負けた気がする。私は悩んでいた。昔のことだから自分の記憶が間違っている可能性もある。だからといって仲間には聞きづらいし、何より自分で見つけて自慢したいという欲求があったの。そんなことで悩んでいて1週間が経った頃、鉄道マニア仲間から思わぬ連絡があった。鉄道マニアというのは大学の鉄道サークル仲間よ。サークルの後輩が今年行く旅行先が決まったと言ってきたの。私のサークルでは年に2度ほど鉄道旅行をするのよ。やはり映像や模型だけでは活動に張りが出ないしね。でもおかしいわ。今年はもう2回行っているから予算的に無理があるんじゃないかしら。そのことを聞いてみると、どうやらスポンサーがついたとか。お世辞にも大きいとは言えず、鉄道を学べるだけのサークルに？自分で言うのもあれだけど、詳しく聞いてみると部長の身内が出してくれたそうなの。私は納得したわ。我がサークルの部長はいわゆる撮り鉄よ。最近鉄道写真で何かの賞を取っていて仕事ももらっているとか。写真の腕は私とは比べ物にならないわ。ちなみに私は乗り鉄。写真も撮るけど車両のデザインを確認するために撮っているだけという感じ。部長は今年で卒業だから賞のお祝いと卒業旅行を兼ねているのかしら。でも私が驚いたのは思わぬ追加旅行のことだけではなく、後輩が告げた行き先だったわ。行き先は日本の埼玉県埼玉市にある鉄道博物館だった。なんで日本なんかに？私が後輩に詰め寄ると、部長が言ったことなので私に言われてもと困っていた。確かにそうね。後輩にお詫びしてから私は部長がいる別室に行ってみることにしたわ。部長は鉄道模型を調整していた。血相を変えて入ってきた私に驚いた様子だったけど、構わず部長に詰め寄ったわ。なぜ日本なんですか？古臭い技術しか持たない国なんか行っても意味はないじゃないですか。すると部長は冷静に返してきた。そうよ、君は何を根拠に日本の技術が古いと言い張るんだ？真剣な眼差しで言われ私はフリーズした。部長は続けて、日本の車両をどのくらい知ってるんだ？そこまで言うんだからそれなりに数は乗ってるんだろうな。と逆に私が問い詰められてしまったわ。でも日本が警告を侵略したのは事実よね。朝鮮半島からの非道な強制連行だって、労働力の確保の他に警告の技術を盗みたかったんじゃないの？史実をもとに私も負けじと問いただしてやったわ。部長はそのことに対して、それらのことが事実だとして何十年前の話だ。それに日本は今や世界を代表する経済大国となっている。
この事実はどう説明する？私は今度こそ沈黙した。鉄道は今世界中の大地を走って、その国の人々の生活や発展を担っている。見もしない乗りもしないで他国の鉄道文化をけなすのは、鉄道を愛するサークルメンバーとしてはどうなんだ。部長は自分が納得できないことがあると徹底したリズムで来るから、私は彼が少し苦手。ただ鉄道への愛と知識が半端ないから、メンバーたちの満場一致で部長になったわ。私ももちろん異論はない。その後家に帰った私は両親に来月日本に行くことを告げたわ。父が急に、覚えてないのも無理はないが、お前は一度俺と一緒に海外旅行をしたことがあるんだと言ったの。それもある鉄道のイベントに参加するためだったらしい。え？そんなことあったの？知らなかった。私はなんとなく嫌な予感がした。一体どこの国に行ったの？と聞いてみると、父から告げられた国名は私が一番嫌う国である日本だった。それから私は1ヶ月間謎の車両を調べるのをやめたわ。うっかり見てしまうのを恐れて日本の情報を一切入れなかった。写真や動画で先に見てしまうのではなく、15年間会えなかった今の状態で正真正銘再会したかったの。1ヶ月後、ハイテンションのサークルメンバーたちをよそに、私は少し神妙な面持ちで関西国際空港に降り立ったわ。羽田ではない理由はもちろん新幹線に乗るためよ。それにしてもゴミがほとんど落ちていない。清掃が行き届いているわ。日本人が真面目で几帳面というのは本当みたいね。乗り換え時間があるので飲み物を買おうと思い、サークルのメンバーたちから離れようとしたのだけど、不意に腕をつかまれたの。ソヨン、どこへ行く？部長だった。飲み物を買ってくるだけです、すぐ戻りますと言ったのだけど、部長は慣れない場所で10分以内に戻るのは難しいから我慢しろと言ったの。私はどうせ新幹線なんて時間通りに来ないんだから問題ないでしょと言ったんだけど、事前調査してこなかったのか。日本は時刻通りぴったりに列車が来るんだ。私は驚いたわ。警告では列車は遅れて当たり前、時刻表はあくまで目安的な感じなの。でも新幹線は時間通りに来たのよ。日本のダイヤの正確さに驚かされたわ。さらに驚いたのが、乗車口が開くと同時にホームで待っている人が道を開けたこと。もう降りてくる人はいないみたい。乗ろうとすると部長が、すごいものが見れるぞと私を止めた。すると車内清掃が始まったの。無駄な動きが全くなく、ゴミを片付け、頭部分の着脱シートは瞬く間に新品のものに変えられていった。早い！思わず叫んでしまった。何よりすごいのは1人1両10分もない停車時間で完璧にこなしていることよ。日本の皆さんは今キョトンとしてるわよね。電車が時間通りに来るのなんて当たり前だし、下車する人に道を開けるのも当然でしょうから。でも警告では違うのよ。列車の時間はさっき言った通りだし、警告では座りたい人が我先にと席取りする。下車する人を押しのけるように乗車する人も多いのよ。それが日常化していて何も変ではないから、トラブルになることは滅多にないけど、日本では問題になりそうね。列車が時間通りぴったりに来るなんて珍しいし、あの高度な清掃技術、こんなの日本だけなんじゃない？サークルメンバーも、本当に時間通りに来た、イギリスじゃありえないとかの言葉が飛び交っている。そして車内も本当に静か。日本人たちは本を読んだり携帯をいじったりしているけど、一言も喋らずに過ごしている。そして何より静かなのは車体よ。振動も少なく快適な乗り心地。悔しいけど渓谷の高速鉄道は振動がひどくて、落ち着いて本や携帯なんて見れないわ。日本の技術の高さをまざまざと見せられて、少しテンションが下がってしまった私だけど、とうとう鉄道博物館に到着した。私は緊張したわよ。再会が迫っている。
見たい、会いたいと思う反面、現実を見たくないという気持ちが入り混じって、もうよくわからなくなってきた。ここでの滞在時間は3時間。自由時間よ。あの謎の車体を知りたい。でも、本当に日本のものだったらどうしよう。自分を鉄道の世界に導いた車両が日本のものだという事実を目の当たりにすることや、あれほど嫌っていた国に導かれたという現実を知ることを私は恐れていたの。入管口の前で立ち尽くしていると、ソヨン。その声は部長だった。彼はおもむろに博物館のパンフレットを取り出して、ある場所を指してこう言ったの。会えるぞ、ここに行けば。私はすぐに館内に入った。この時何を考えていたかは自分でもわからない。示された場所へまっすぐ向かったわ。その車両は堂々と佇んでいた。もう動いていない、動くこともないけど、私はこの車両が動いている姿をはっきりと覚えている。やっと会えた。私が探していた謎の車両は21型新幹線電車、ゼロ系の愛称で呼ばれた日本の新幹線だった。15年前、私がいたあの場所は日本の博多駅。2008年12月14日に行われた夢の超特急の引退式だったの。私はずっとゼロ系を見ていた。15年前の記憶がよみがえる。たくさんの大人たちが必死に手を振っている。中には涙ぐんでいる人もいるわ。そして警笛ね。ゼロ系が動き出した。シャッター音がすごい。大人たちの声もすごい。でも何を言っているのかがわからない。すると下から声がした。さよならゼロ系。警告語だわ、この声。お父さん。そうだ、私は父に肩車されてゼロ系を見ていたんだ。一緒に写真を撮るか。私はハッとして我に返ったわ。部長が後ろから声をかけてきた。私は軽く部長を睨んだ。父に頼まれたんですか。部長は少し苦笑いをして、さすがにバレたかと言っていたわ。当然よ、私とゼロ系のことを知っているのは父だけよ。私は父にゼロ系を探していることは直接話してはいないけど、知る機会なんて山ほどあったでしょうし、父は鉄道会社の古株でそこそこの地位にいる。おそらく部長との接点は仕事関係でしょうね。まあそう怒らないでくれと言って部長は笑っていた。ゼロ系に再会したことは嬉しいけど、なんか踊らされた感が頭にくるわ。案の定今回の費用は父が出したものだった。部長、ありがとうございます。私はお礼を言った。部長は少し驚いた顔をして、俺もここには来たかったから、ソヨンのお父さんとの利害が一致したんだよと言ったわ。後で父に聞いたら、私は15年前の飛行機移動の際は行きも帰りも熟睡していたんだそうよ。だからゼロ系を見た時、警告のものだと勘違いしたんだわ。警告内をいくら探しても見つからないのは当たり前よね。今私は日本へ再び来れたことを嬉しく思う。ゼロ系との再会はもちろん、日本の素晴らしい技術を目の当たりにできた。その後博物館をたっぷり堪能したの。鉄オタの心をくすぐる演出が多くあって、メンバーたちも満足していたようだったわ。高度な設備といい、礼儀正しい人といい、私が否定し続けた日本は本当に過去のものだったということよね。私が渓谷の鉄道を愛するのは変わらないけど、これからは世界のいろんな鉄道に乗ってみたいわ。もちろんまずは日本の新幹線からね。以上、渓谷人女性が経験したエピソードでした。幼い頃の記憶というものは意外と覚えているもので、ふとしたことで思い出すことがありますよね。ソヨンさんには今後、日本批判ではなく日本の新幹線の凄さを渓谷に広めてほしいです。ただ思い込みというものは怖いもので、なかなか抜け出すことができません。
渓谷では国ぐるみで日本に敵対するような教育をしているわけですから、無理もないですけどね。ソヨンさんは日本は古い野蛮だという思い込みから解き放たれたようですね。そのきっかけとなったのがまさか新幹線とは。鉄道好きがゆえにいい結果を招きましたね。この出来事について海外からもコメントが寄せられましたので、その一部をご紹介します。日本の新幹線に乗った時は驚いた。静かすぎるから乗り過ごすのが怖くて、逆に眠らないように頑張ったよ。日本の時間に対する正確さには頭が下がるね。ぴったりに来てくれるから予定が立てやすいし、ビジネスでもプライベートでも本当にありがたい。鉄道文化を学ぶなら日本の鉄道は必須だね。2027年にはリニアが開業するんだろ。楽しみだな。いかがでしたか？今回は渓谷高速鉄道が大好きな女子大生の子供の頃の記憶から日本の新幹線にたどり着いたエピソードをご紹介してきました。当チャンネルの感想ですが、日本の新幹線は世界初の高速鉄道ということで、世界からも称賛の的となっています。ですが渓谷の人たちの中にはそれを知らない人もいるということに驚きました。そもそもお隣さんは渓谷起源説が大好きなので、高速鉄道さえも我が国の発祥だとか言ってるのかもしれないですね。もう少し視野を広く持って世界を見渡してほしいです。そして歴史にももっと真摯に向き合ってもらいたいです。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。